皆さん、紅白歌合戦を見ましたか？紅白歌合戦というのは、69年も続いている大晦日に行われる歌番組です。女の歌手は赤組、男の歌手は白組に分かれて歌と踊りで戦います。私は歌と踊りが大好きなので、毎年見ています。昔の紅白歌合戦は、演歌を歌う人をよく見ていましたが、最近はグループで歌う歌手やダンスが多くなり、去年は光やコンピューターがたくさん使われていて、ステージが華やかでした。その紅白歌合戦で平成最後と世代交代という言葉をよく聞きました。天皇陛下が変わると時代の名前も変わるということを初めて知りました。私が生まれた平成時代が4月に終わり、新しい天皇陛下になります。どんどん新しい若い歌手たちが出てきています。今年の紅白歌合戦は70周年なので、去年よりもっと豪華な歌祭りになると思います。その次の年の2020年は東京オリンピックがあります。日本はお祭りが続いていて、きっと楽しい時代になると思います。いつかサンフランシスコからの中継でバックダンサーとして紅白歌合戦に出たいと思います。ありがとうございました。